三原健太郎 YouTube へようこそ。いや、春ですね。春なのにね、開花しましたね、はい、屋内ということで、うん、いやいやいや、はい、まあ、今日はね、はい、まあ、珍しいスタイルなんですけど、僕の YouTube では、はい、まあ、春ということで、今日はね、僕の所属する全日本プロレスの福田社長にゲストに来ていただきました、はい、よっ。今日はですね、社長、はい、まあ、春ということで、はい、全日本プロレスの社長、そして全日本プロレス選手会長と対談で、はい、まあ、世の中にそうです、ね、全日本プロレスの、はい、魅力とか、はい、そういうものをこう発表していければなと、はい、お伝えできればなと思って、今日社長、すいません、はい、ゲストに来ていただきまして、じゃあ私からまず一つ質問させていただいていいですか。どうしたんですか、急に。そんな構えなくていいんですよ。編集聞きますから。いや、飛ばしすぎるくらいですよ。いやいや、選手会長なんてどうですか。いや、社長、今年、はい、年始の後楽園ホールでね、はい、まあ、社長と2人で、はい、選手会長、宮原健人ですってマイク持ったんですけど、はい、まあ、選手会長って言っても、ね、正直社長、何するんだろうっていうところあるじゃないですか、はい、ただ僕がいつも念頭に置いてるのは、まあ、選手と、はい、まあ、会社が一致団結できるようになれば、はい、なるためのことを常に考えて、はい、まあ、プラス若い選手が、まあ、活躍しやすいというか、まあ、なんか特に抑えつけたりもせずに、うん、まあ、若い選手がリング上で 100% プロとして発揮できるようになればと思ってはやってますね。雰囲気作りは大事かなと思ってますね。そうですか、はい、ここだけの話で、はい、こんな相談受けちゃったよって、なんかちょっと名前挙げなくていいので、こんな相談受けちゃったって、なんか、あ、こんな相談受けちゃって、あ、でもあれじゃないですか、選手一同でなんか、うん、ほらね、意外とそんなないかもしれないですね。ないですか。僕信頼されてないんじゃないですかね。あ、多分そうです。多分そうですね。多分ちゃうんですよ、社長。相談事が菅山さんの方に行ってる。全然来てないですわ。え、社長、これなんか問題あるんですかね、選手会長として。多分あるんですね。あ、そういえば、そういうなんか、選手会長。選手会長さんっていうのは、だから選手が相談しやすい、その立場だから宮原さんなのかなと思って私も期待したんですけど。意外とまだ来てない気がするな。それか、思い切り皆さん悩みがないか、どっちかですね。まあ、まあそうですね。だからそれだけ選手会長としていい環境を作れてるかもしれないっていう。なんでそこ知らないや、そこは。まあ、まあ、で来ないですよ。そうですか。まあ、でもこれからね、まだ必ずあるそうですね、はい、多分綾部選手がこれからどうやってっり、はい、今の殻を破っていくので、はい、多分相談がいくと思うので、そうですね、ぜひ、はい、そうですね、乗ってやってください、まあ、井上亮選手が寮長したりするんで、はいはい、まあ、もしかしたら井上亮選手に相談してる人もいるのかもしれないですね、寮長に。やっぱり人徳ですかね。人徳がないんだ。なんで俺が人徳ないみたいになってるんですか。おかしいでしょ、それ。まあ、そういうことはない。社長どうですか、はい、最近の全日本プロレスは。いやー、はい、魅力というか、まあ、そうですね、ファンの期待も、はい、本当にありがたいことに、はい、年々お客様にこう来ていただけるようになっていて、ありがとうございます。それはもうやっぱりマスコミさんからも言われますし、あと他団体の社長さんもお忍び見に来てくださってて、まあ、この間も大田区でちょっとお会いしたんですけど、はいはい、いやー、いいですね、そうですよね、と羨ましいと言われます。社長、なんかここ最近、はい、なんかすごく会場が、うん、まあ、女性が増えたっていうのも印象を受けますし、すね、はい、ね、まあ、若い世代の活躍によって若いファン層も増えてるし、はい、まあ、もちろん今までのプロレス、ね、はい、ファンっていうのも多いんですけれども、はい、本当にたくさんの世代が応援してくれてる印象が、 やっぱりそれは宮原選手会長の恐怖政治のおかげで、なんだよ恐怖政治って、選手をまとめて、選手をまとめてこうリードしてくださってるおかげじゃないかなと思いますね。でも社長、これって、まあ、どんなジャンルもそうなんですけど、はい、若い選手の活躍って、はい、やっぱり大事ですよね。そうですね、これ本当に表裏いいところと、はいはい、いいところはやっぱり若い選手の、うん、私も若い選手の活躍を見たい、うん、でも反面、うん、それが世間に届いてないっていう現状があるんで、確かにやっぱり世間に届くのはやっぱり昔のレジェンド大仁田選手であったりとか、淵選手みたいな方がちょっと発信するとバッとこう、ね、マスコミが広げてくださる。でも若い選手ってなかなかこう世間に届かせるのが、うん、難しいと、うん、これやっぱり表裏だと思うんですね。そうですね、はい、だからそこのバランスがプロレスにとっては大事かもしれないですね。これから若い選手がどう世間にこう、そうですね、できるかっていうのが試されてるんじゃないかなと思います、ね、はい、社長、今日悩みがあってですね、はい、最近ですね、まあ、全日新人って言われてる人がいて、はい、僕
なんかね、僕のイメージだと数年前、はい、10年前ぐらいまでは、はい、結構イケメンだなんて言われてたんですよ、はい、最近なんかよく言われるのが、はい、宮原健人選手から元気もらってますとか、はい、本当元気ありますよね、はい、とか声をもらうんですけど、はいはいはい、なんか最近イケメンっていう声が減ってきた気がするんですよ。そうです、客観的に見ると違います。違う、おかしいだろおい客観的、自分の支え、会社の選手なんだから、はい、おかしいだろそれ。おかしい。宮原選手の売りは元気であり、パワーであり、エネルギーなんで。いやいや、もちろん顔ではないと思います。いや、顔ではない。まあまあまあ、でも、はい、僕は言われてたんですよ、はい、数年前まで、はい、業界でいうイケメン風のカテゴリーだったんですけど、なんか最近、新時代の安西選手とかライジン・ガイド選手とかって、まあ、いわゆる一般的に綺麗な顔形立ちしてるから、はい、イケメンな本物が出てきたじゃないですか、はい、それによって宮原健人はなんか元気いっぱいみたいな感じのカテゴリーで、元気男みたいな感じで、そうですね、イケメンって言われなくなったのがちょっと最近の悩みというか、はい、多分宮原選手をイケメンって言ってた人は昔のプロレスラーってこういうもんだっていう人が見て、まあ比較的いい男のジャンル妥協で言ってた。妥協っておかしいでしょそれあ、そっか、確かに僕らはその上の世代とやってたから、はい、昔は怪物キャラだったんでプロレスラーっていうのは、あ、だからそこにちょっと来たから、はい、まあイケメン風なのかな、うーうーじゃないんですよ、国境一のなんか納得みたいな情熱どうよこれ、おかしいでしょ社長はイケメン。その見た目のお話もいただいたんですけど、はいはい、プレイヤーとしての印象とか。いやもう最高ですよ、日本一だと思いますね。はい、社長、本当にね、はい、そうやってね、一緒に、ね、ご飯食べててもそういうお声をね、はい、いやいや、もうそれはもうマスコミ共通の認識です。ありがとうございます。決してルックスではありません。いやいや、いいんですよ今プロレスのルックスさんも置いといていいんですよ、はいはいはい、宮原健人の YouTube、まあ、全日本ファンとかプロレスファン、はいね、これからやっぱり、まあ、プロレスを見たことない人たちに、はいはい、にも届けなきゃいけない、そうなんですよ、全日本プロレスを届けると。いや私もこういろんな方にお声かけして、うん、一度見に来てくださいって言って、うんうんうん、見ていただくとね、え、こんな面白かったの、そうそうそう、昔見てたけど、はい、すっかり見なくなっちゃってたけど、うん、これからまた見るようにしようっていう方がほとんどなので、やっぱり一回に会場にどうやって来ていただけるかっていうのはね、これからどんどん我々のやっていく使命かなと思いますよね。で本当に一回プロレスに来たら、うん、会場に来たら間違いなく本当に楽しかったっていう声を本当にたくさんいただきます。言われるんで、はい、だからそういう機会をどんどん僕らでね、どんどんアプローチして、プロレスを世の中にどん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 、あの全日本プロレスに来てもらえればなと思ってますよね。はい、はい、あとやっぱりこの場をお借りしてお伝えしたいのは、今こう支えてくださっているファン一人一人のお礼ですよね。本当にありがたいことで、ありがとうございます。私たちこうやってね、こういうことしてられるのもやっぱりファンが会場に来ていただいて、見ていただいて、喜んでいただけているおかげなんで、これやっぱり恩返しをしたいなって常日頃思ってます。そうですね、やっぱりこの恩返しは全日本プロレスのさらなる発展と、ね、やっぱりいろんな人に知ってもらって、はい、応援してよかったなって思われる団体にどん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 我々でしていって、はい、どん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 ね、若い人がなんていうんですかね、プロレスになりたいっていう人もね、増えるような、そうですね、いいですね、ジャンルにしていかなきゃいけないなと思ってますね、はい、そうですね、あの子供たちにアンケート取って、ね、はい、将来の夢はプロレスラーになることとか書いてもらえるような時代が来ればいいなと思いますね。やっぱりそれはもう我々にかかってますね、はい、はい、やっぱり子供たちが憧れる職業に、そうです、ね、確かにそれはいいですね、うん、まあ、プロレスラーになりたいって書いてもらえるようになって、そうですね、はい、それやっぱり僕ら全日本プロレスが使命を背負っていると思いますからね、はい、そういう意味ではプロレスというジャンルにおいてやっていきますよ。社長から見て、その全日本の目指す未来みたいなのってどういう思いありますか？そうですね、やっぱり今の若い選手一人一人が活躍していって、あのやっぱりね、こう大勢選手がいる中で初めて見た方は、あ、私はこの人が好き、自分はこっちが好きみたいな、多分ね、選択肢がね、今の全日あると思うんです、ね、確かに。ですからね、あの多くのファンに来ていただける、こうようやく基礎ができたところなので、これをまあ、一人一人選手がこう個性を伸ばしていって、どんどん活躍していって、あのいっぱい楽しんでもらえるような未来になればいいなと思って、これからやっていくつもりです。いやもう本当にその通りで、今ね、全日本プロレスと本当、世代がいろいろ楽しめる世代の選手がいっぱいいて、いろんなね、キャラクターの選手がいるんで、誰々推し、誰々推しとかね、まあ、全日本プロレス箱推しっていう人もいるでしょうし、だから全日本プロレスを見たことがない人でも入りやすい選手がいっぱいいるんで、まあ社長が今言った通りにね、本当にいろんな選手を、推しの選手をいっぱいいますから、見て分かりやすい選手いっぱいいますし、本当単純にかっこいい選手もいっぱいいるし、
ね、ザ・プロレスラーって選手もいるしっていうことで、今の全日本は非常に見てて楽しいと僕も客観的に見ると思いますね。そうですね、本当にやっぱりプロレス楽しめる環境がようやく整ってきた感じがします。本当ですね、本当春にふさわしい、まあ、今日こうやってね皆さんにこう選手と、あ、選手会長と全日本の社長がねこう2人でやってる春にふさわしいいい感じになったんじゃないですかね。そうですね、選手会長としては運動がないことが分かったんで、いいんですよそんなこと締めに入ってこれ僕のトークこれ締めですよ、これが最後は締めは僕のトークがなかったということで締めるんですよ。いや違うんですよ、僕のトークのものあるんで。あ、すいません、何ですか社長その締めない。いや社長が合ってます、社長待ってますじゃないよ。それで締めるのかと思ったんですよ。何社長場についてんだよ。社長なんで。社長なんでじゃないよ。私はファミリーなんだから。あれ聞かなくていいんですか。何ですか。僕はニューエイジですか、オールドエイジですか。社長、知ってます僕、はい、この前試合があったんですけど、ニューエイジ対オールドエイジ。新規で、はい。僕、オールドになってたんですよ。あ、知ってます、知ってます。はい、知ってます、知ってます。あれ、僕別にオールドじゃないでしょ。あれね、実は密かにイケメン組とそうじゃない組だったんですよ。おかしいだろ、おいそっちのおかしいだろ。なんでオールドで、じゃあオールドでええわ、じゃあじゃあオールドでいいよ、むしろなんでイケメンじゃないって、スワマと俺が言うの、おかしいだろ、それはぁじゃないんだよ、納得してる場合じゃないの。なるほど、はい、まあオールドでも、ニューでもないんですよ、僕は。ミドルですね。ミドル、いや、いいんですよ、間、中途半端だな、それ宮原健とエッチですよ。いやいや、いいんですよ音声入るから入らないんですよ、そんなの、はい、ということですよ、社長、まあ、今日はね、宮原健人と福田社長がね、こうやってお話しして、まあ、これからもっともっと全日本プロレスをたくさんの人に知ってもらいたいっていう心意気で、我々はいつもいつもね、プロレスと向き合っていますんで、これからも全日本プロレス、今後ともよろしくお願いします、はい、お願いします。じゃあ、最後握手しますか。やだな、おかしいだろ握手するんですよ。ありがとうございます。宮原健人の YouTube チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。宮原健人の YouTube 最後。